まな板で切るとやっぱりすごい食材が美味しく感じるような気がします。切ってる時の音というかリズムというか料理作ってるっていう感じがすごいします。愛は大事。実はなんか根っこの方が美味しかったり、お花も食べれるものがあったりとか、知らなかった発見だったりとかあるのがすごい面白いなと思います。その温かさを多分感じてくれてるのかな、お客さんは。そんな人間じゃないのに。普段使っている農家さんから仕入れたお野菜とかもなるべくその顔が見えたりとか生産者さんの思いが分かるお野菜を使うようにしているんですけれど、食器とかもやっぱり作家さんのものを使わせていただくということで、目の前にはそのものはあるんですけど、その先に誰かが作ったものだったり誰かが育てたものだっていうのがやっぱりあると、その物語というかその思いに私たちも応えたいっていう気持ちは出ます。まあ、物は今日は道具まな板なんですけれども、やっぱりそのどこから来ている木なのかとか誰が作ったものなのかっていうのを知れるっていうのは結構それに近いのがあるのかなと思っています。木細そうですけども、植えた時期は一緒だと思う。まあ、これもそうですけど、こっちのその細い木、はい、植えて10歳の時に枝を全部切っちゃうんですよ。で、切って外が常に新しくなっていくんです。の皮のすぐの下に新しい膜ができていくんで、だんだん大きくなっていくじゃないですか。でも皮は昔のままなんです。一番最初のスタートのままなんです。不思議ってことは、そこを触れば1200年前のものに触ってるってことですね。そうですね、山積み時代だったらそういうふうになるんですね。あ、こんにちは。こんにちは。熊田屋さんはずっと林業を営んでこられて、熊さん何代目になるんですか？僕で12代目です。12代目。何年続いてるってこと？何年続いてるってことなんですか？何年続いてる。林業を始めてからは大体200年ぐらいです。すごい斜面ですね、これは。ここで作業されてるってことですね。そうですね。サビっていうのは黄色打つんですけど、あれで向こうへ倒れないように。あ、すごい。あ、揺れてる。だんだん今あ来ます来ます。これが杉の実、実ですね。杉の実。匂いますか？あ、すごいいい香り。食べてみる。苦い。すごい。苦いんじゃないですか？あ、でもそんなに苦くないです。だから匂いは多分ここは、油が一番持ってるのはこの辺なんで、木の中、こっちは幹よりもこの葉の先端とかに油が凝縮されてる。油、はい。これがこの僕の工場ですけど、僕はその丸太のコックさんと思ってるんで、はい、まあ、僕のここがキッチン。長瀬さんのキッチンなんですね。これ向いてみてもいいんですか？どうぞどうぞ。出汁取れそうですね。でもこれトドさんならではですね、これね。なんか
かちょっと発酵したような匂いもなんとなくしないでもない、なんかお茶お茶みたいな、プーアル茶とか結構こういう匂いが。へー、これもう僕が生まれる前からあるんで。そうで、この風車、風車っていうんですね、これがずっとこうやって回るんですよね。それで切ってる。そうです、あ、で輪ゴムのような、そう、歯が長い、はい、回して切る、ぐーっと回して切るっていう。すごい香り。これヒノキ。ヒノキなんですね。おお、ずっしり。なるほど。これがね。そう。なんであとこれをきれいに、あのカンナ掛けして、まな板として使える。すごい。なんか香りがなんか削るとまた全然違う香りがしますね。すね、私たちが今使っているまな板とかいう調理道具とか、うん、こういった木から。供給されてるんですよね。ヒノキを使ってる、今のは何のか聞かわかんないです。国産材国産じゃないです国産材じゃない、はい、ね、そういうのもあるよね。だから日本のであんまりこう流通してないのかもしれないよね、もしかしたら。木なんだけど外材がメインで日本の木じゃなかったりとか、1台で何もできないで2台3台かかって木ができてくるんで、50年60年っていうサイクルで、ね、すごい長い月日が大変なんですよ、はい、山もつないでいかなきゃいけないし、ね、守ってくれる人もちゃんとつないでいかないと。やっぱ200年も前から続いてきてるっていうのを僕が止めるのはちょっと嫌かな。お父さんも高齢ですけど、もう80なのにやったら山来て、やっぱ好きなんだろうね、山が。自分が、ね、若い時に手入れして分かってるから、それから30年40年経つと、あ、こんなになるんだっていうのを感じてるから。僕はまだね、始めてまだ20年だから、まだ分からないんだよね、きっとね。ちょっと研究しながらというか、試作しながら、ちょっと実験しながらみたいな、私たちに何ができるかっていうところを考えた時に、私たちの思うおもてなしをしようって思いました。おじいちゃんが植林した木を自分の代でこう伐採するっていう。野菜でさえ何ヶ月経つ、なんか育てるのにかかるじゃないですか。それがもう1年2年とかじゃなくて、もう10年単位でそういうロングスパンでの仕事っていうのは、ちょっと想像全然できない。新しい発見とか香りとか、あ、これ面白いなみたいな、その楽しさとかを、まあ、今日の方にお伝えできたらいいのかなと思っています。難しいですね、やっぱり木を美味しく食べようと思うと、えぐみとかがやっぱり出ちゃったりとか。でも果物と合うなとか、なんかそういう発見ができたのも面白かったですね。リンゴとヒノキは結構香りが似てるなって思ったり。私たちにできることはやっぱり木を使うことだったりとか、選ぶことが大事なのかなっていうのを考えました。本当に全然そんなことを考えもしなかったんですけど、自分のフィールドの中に森の食材だったりとか、今回の料理で使わせていただいた木だったりとかを使うことによって、ちょっとこう森が身近な存在になったというか、森の入り口に入れたことなのかなって思いました。
思いを持って作られてる木を使いたい。